こんにちは、ハイジです。というわけで今日もまたまた呼び出されております。その方とはこちらの方でございます。テディーン、どうもー。いや見えてました見えてました。今日も佐久間さんは絶好調だ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、今日は何ですか、はい、今日は、はい、なんと、はい、パンです。パンだから毎回ですそれは毎回のことですから。伝説のサンドイッチらしいですね、どうやら。そうなんですよ。京都で買うとしたら数時間待ちみたいな。何これ何これ散らかってますよ。おしゃれに書いてある感じ。おしゃれこれおしゃれおしゃれだおしゃれだ。本当だ、これなんかもないもん。これお持ち帰りで2つ。お持ち帰りで、はい、はい、お願いします。2箱4キロ入っておりますが、2箱でよろしいですか。2人だったら普通、まあ、2、2でってことですね。そうですね。あ、じゃあ、そのまま行きましょうか。はい、大丈夫ですか。あっさり券変えた。言わないで店員さんに言われるままじゃないですか。お持ち帰り用と店内用と作り方が違うので、はい、店内の方がちょっとボリュームは感じるかもしれないです。店員さん的にはどっちが美味しいですか。どっちも美味しいですけど。ですよね、言えないですよね。でも、店内用は、はい、焼いてくれてるんですよ。あ、うわ、ありがとうございます。優しい。ちょっと佐久間さん、これボリュームって言いますよね。それ言わざる得ないです。すごい、これめちゃめちゃ美味しそう。湯気立ってますよ、卵サンド。これこんなの見たことない。僕も確かに伝説と言われるだけのことありますよね。これは良かったよ、こうして。良かった。良かった。本当に良かった。これ両サイドのパンの厚み足しても卵に勝てないですよ。勝てない。しかもなんかこのこれが気になるね。この間に入ってこの端っこにはちょっと 色違うやつ。何これ。これがポイントな気がするよね。味ついてますよね。あ、でもどうなんだろう。グニャっていくのかな。よし、ね、あ、でもとろけちゃいそう。え、とろけちゃいそうけど意外としっかりはしてるかも。だってグニャってなんないもん。一応で、うーわ。あ、いけたいけたいけた。笑っちゃう。笑っちゃってる。何これ、甘さとかなんか、はい、ちょうどいいねこれ。あ、そうなんだ。もうこれブニュブニュやっぱ卵の感じ、スイーツ感すらあるんですけど、プリンみたいなね、ちょっとね。めちゃくちゃ美味しい。持ちますよ。エキスがほらジュワッジュワッと。いただきます。半端じゃない半端じゃない。卵美味しい。なんかスクランブルエッグの食感というか口の中の半熟感すらあるんですね、うん、卵。あくまで卵美味しいにさせてる感じがいいですね、うん、食べましたね。最高に最高に美味しかった。本当にあったかいのを選んで正解だったよ、はい、ね。なんか元気でしたよ。はい。でやっぱり持ち帰りもしちゃうんですもんね。持ち帰ってきたよ。持ち帰るパターンもするんですよね、そっちバージョンも。で公園はもう譲れないんですよね。よく知ってんね。もう行きましょう行きましょう公園。テイクアウトでもう一回食べるってどういうことなんだよ。こっちに入ってくんだ。ちょっと裏に入ればあるから。簡単に考えてるな随分。もう迷ってますよね佐久間さん。あ、これ確かに。わ、これすごい写真映えしそうな小道ありますね。賑やかな声が聞こえてきた。わーわーとか。本当だ。ほら、ってことは公園が近いってこと。確かにこれ公園。え？え？確かに声は聞こえますよ。ちびっこの。公園じゃない。これ公園ありましたね。確かにこれ公園で。首が垂れ下がってるキリンがあった。何喜んでるんですか。首が垂れ下がってるキリンいたから。だからそれ笑うとこじゃないですよ別に。垂れ下がってる。そんな笑うとこなんですか。いや、そうです。いや、そうですけど。いやすごいですね。いや、怖い。あ、ちょっと待って。いや、むしろこっちじゃないですか。これはすごい。何これ、何これ。いや、怖い。え、象2匹いますよ。ダブル象。ダブル象。何このダブル象。何これ。滑り台ってことでしょ。滑り台なんですけど、迫力ありすぎませんこれ。ダブルゾウいないっすって。しかも目がめっちゃリアル。目の表現がリアルすぎない。本物に忠実ですよね。いやこの感じ、可愛らしくてぐらい。この雰囲気。あ、これ楽しい。しかも
なるほどね。でも細いとこ行けるんだ。あ、楽しい。一回行ってみて。うん。おー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 。その収まり方綺麗。やっぱここから登りたいですよね。楽しいね。ね。よいしょ。うわー。あ、確かに最後ここから。最後そんな。最後そうなるんです絶対。ただあんな像でかいのにベンチ意外と幅狭い、幅狭い、ダブル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 ベッド。いやいやテイクアウトのねサンドイッチ。おしゃれだよ確かに。おおすごいボリュームだよ。でっかいでっかい。冷たいわね。冷たいなるのね良さがあるわ。やっぱそうなんですね。美味しい。いや美味しい。あの味絶対冷めても美味しいと思うもんな。美味しい。本当だ、うん、なんかパンの部分ちょっと確かに思ったよりも冷えてる感じすらしますよね。そう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 。うわすごい。あパンの食感がさっきよりあるし、うん、そう卵はさっきよりなんかジュワッとくる感じもします。冷たいのがジュワジは全然また様子が違いますね。うんだこれはいいね。2つ楽しみ、はい、なんかよそ行きの顔と自分の部屋の顔と2パターン見れたような嬉しさがありますね。仲良くなった人だけに見せる顔を見せてくれたみたいな感じっていうんですかね。それがじわじはいじわじ